明日6レースルーキーシリーズ始まります。2番阿部選手です。よろしくお願いします。お願いします。前走が特別勝敗されて1走目になりましたけども、振り返っていただいてどうだったでしょうか。はい、A 級初戦ですごい緊張したんですけど、 A 級でも全然足としては通用するなっていうのは実感できました。特に決勝戦は並走もありながら、ちょっと惜しくも2着でしたけども、しっかりとまくりながら2着ということで、そういう足だなと思いました。でも自分の弱さが出たかなと思います。今回はルーキーシリーズ以来の同期の戦いになりますけども、やっぱり意識っていうのは今までのレースとはちょっと変わりますかね。いや、すごく変わりますね。はい、もうやっぱ負けたくないって気持ちも強いですし、みんな自力なんで、そこら辺も難しい点であります。今ナショナルチームでも活動されていて、全日本の選手権では、競輪も3位でしたけども、この競技とここの繰り返しっていうのは今過ごしていてどうでしょうか。そこら辺はあんまり気にしてはないんですけど、やはり競技の競輪と漢字の競輪では全然展開が違うので、そこは難しいなと思います。ご自身中長距離もやられていて、長く踏めるっていうことがポイントですけども、お客様にこういった自分のこういうところを見てほしいっていうポイントはありますか。はい、もうなんていうんですかね、最後まで全開で、全力でプレーする姿は、はい、お客さんに見てほしいなと思います。わかりました。明日は九州勢はお一人になりますけども、どういうふうに戦われますでしょうか。はい、自力で戦います。わかりました。では、明日への意気込みを最後によろしくお願いします。はい、全力で1着目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。